皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学2年生の英文法、今回は as 何々 as、 これについて説明します。この as 何々 as というのは、2つのものを比べて同じくらい何々だという意味を表す表現です。例の1、ビルは県と同じくらい背が高い。この日本語に合うように英文を作るとき、この背が高いの tall、 これを as as の間に入れて、 Bill is as tall as Ken。 Bill is as tall as Ken、 こうなります。2つ目、私の父は母と同じくらい早く起きます。こういう意味の英文を作るとき、この早くという early、 これを as as の間に入れて、 My father gets up as early as my mother。 My father gets up as early as my mother。 このようになりますね。つまり、as 何々 as で同じくらい何々だという意味で使うんですけれど、2つ目、 not as 何々 as、 この場合は2つのものを比べて、何々ほどなんとかでないという意味の表現になります。例えば、トムはジムほど背が高くない。もし同じくらいだったら、 Tom is as tall as Jim、 こうなるんですけれど、 not をつけてしまうと、ジムほど背が高くないという意味になるんですね。ですから、 Tom is not as tall as Jim、ね、Tom is not as tall as Jim、 Tom はジムほど背が高くない、こういう意味の英文なんです。ということはですね、トムとジムを比べると、ジムの方が背が高いんですね。ですから、同じ内容のことを比較級を使って、ジムはトムより背が高いという言い方もできますね。ですから、この Tom is not as tall as Jim を同じ意味で比較級を使って、Jim is taller than Tom。 こんな風に書き直すこともできます。Jim is taller than Tom。 Jim はトムより背が高いです。この2つ同じことを言っているんですね。それから as 何々 as、 これを使って何倍かを表すことができます。この時、何倍かを表す時、 times as 何々 as、 こういう形を使います。例の3、この箱はあの箱の3倍大きい、ね、This box is、 この後ろに3倍の3をつけて、 This box is 3 times、 ここに times つけると、ここで3倍という意味になります、ね、This box is 3 times、 そして as big as that one、ね、This box is 3 times as big as that one。 もし5倍と言ってくれば、ここの部分を5 times as big as、ね、10倍だったら10 times as big as、 こういうふうにすればいいんですね。でも2倍の時は2 times を使いません。まあ使っても意味は通じると思うんですけど、一般的には2倍の時には twice。 そして半分の大きさ、2分の1倍ですね、半分の時には half、 これを使います。でもし2倍だったら、 This box is 3 times の部分を twice as big as that one、ね、This box is twice as big as that one。
半分で起きた時には This box is half as big as that one、ね、This box is half as big as that one。 このようになるので、このことも覚えておいてください。今回はアズアズの使い方、同じくらいなんとかだ、 not as as だと何々ほどなんとかでないと、ね、また as as、 times などを使って何倍という言い方ができる、このことを説明しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。